シャン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 、メリークリスヤスー。どうもこんにちは。いつもジャプランで成し遂げたいオンドレアスです。現在ガンオンでは期間限定で例年通りのクリスマス仕様リボーコロニーが楽しめるよ。ローだから封印されたマップなのに飾り付けだけして毎年普通に出してくるの本当にくさ。おおわー。せっかくなんでジャプラン4期でやりたかったわけですけども、ガンオンマル秘情報ですが多少使った感じ、ジャプランなかなかきついということが判明しましたので、1期だけジャプラン銃撃装備入れていきたいと思います。マップはクリスマス感あふれる城郭都市、芋畑でいい子にしてればサンタさんからジオ格闘やアトミック直撃がもらえるよ。ほーら、この可変が欲しかったんだろう。モニターに向けて切ったない足の裏を全開で向けていくジャプラン高速可変、高速とは言っていない。さて、このジャプランくんですが実装されて1週間で強化が入るという、最初から強化する気満々なのになぜ弱い状態で出したのか期待となじじじじじおー。セーフ、滝汗、どう見ても視界に入ってたような気もしますが、ジオ覚醒視界悪いからね、しょうがないね。さて、強化されたジャプラン、果たして何が強化されたのか。アーマーが450アップし、ブーストチャージが50アップ、なかなかの強化。可変は逃げる時に便利、というか逃げる時ぐらいしか使えない。さらに金図武器の2丁ビームが結構強化。威力、ダウンポイント、射程、シュー弾、ロックオンが強化。特にダウンポイントが43から98に、倍以上。開発の会話が私とても気になります。ジャプラン弱いってクレーム来てんぞ。じゃあダウン値倍にしときますか。いいねー。そんな感じでしょうか。しかしながら強化されてなおハイメが当ててこの低たらくである。ケンプファーぐらい一瞬で落とせないようで、どうやって指南樹や黒盆落とすんですかって話ですよ。340コスト使うたびに男おめぐみぐらい口酸っぱくしていってるんですけど、もうほとんど高コストにもかかわらず弱めに設定される。このコスト帯って魔境や思いますねー。とはいえダウン値倍になったことにより強武器とはいかずともそこそこになった2連ビーム。ハイメが視点で武装はまあまあ、ダメなのはやはりコストとボディサイズ。さらにヘイトも高いので空中ふわふわは自殺行為。機体固有モジュールでビームカットがついてますが、正直ダウンポイントカットの方が良かったかなという感じ。なんせよろけたら終わるからねー。出たよ ECM 邪魔ー。しかし離脱能力は案外高いジャプランくん。ジャプランに限らず可変離脱は結構安全に離脱できるんで、唯一の可変の見せ場でもある。さて、皆さんお気づきかもしれませんが、この機体、かなり慎重な立ち回りが求められる上、そんなに稼げなくてスコアと猛攻が剥げ上がれ俺のコスモって感じ。もう一声欲しいと思いますねー。絶対やってくれないと思いますが、コストを20下げるか、可変の速度もうちょい上げてくれれば、ジャプラン感出ていいと思うんですけどもねー。ふわふわ飛んでる指南樹がいますね。狙い撃つぜ。はい、ダウン確定。は。確定か。はい、たまんねーぜ。と、こんな感じで20分の戦闘のわずかな時間だけ戦闘よろけ無効になっても厄介なんですが、次の新機体がどうも強襲機体で常時よろけ戦闘無効みたいですね。どうなるガンダムオンライン。こんなにも狙い撃ちされますか。はい、ジャプラン 2F 銃撃装備でごまかしていきましょう。ジャプラン340コストに対してこちら銃撃装備は260コストと破格のお値段以上なんですが、なんでしょうか、この乗っている時の安心感、期待に応えてくれる感触。おっと、これはちょっと敵の波に飲まれそうですね。絶対絶対、敵が多ければ多いほど進化を発揮するジャプラン銃撃装備。なんだか見つかりまくっているはずなのにヘイトも低い。ジャプランとは大違いだぜ。カンやトミックバズルーカ。まあやっぱり弱いと思われてる機体ほどこのゲーム狙われるんですよね。カンやトミックバズルーカ。はい、ジャプラン銃撃装備に換装した途端にモリモリ伸びるキル数。あれ、もしかしてこの銃撃装備とジャプランコスト逆でもいいのでは。ほげー、スプルムなくなったらさっさと乗り換えがち。猛攻コスモの再来。
敵の突が来ましたね。このステージ突するかされるかしないと退屈だからね。ありがたき。後ろ過ぎてもダメだけど前で過ぎても飲まれちゃうからねー。ポジ取りでむさぼっていきましょう。よーし、このポジ取りで頑張っちゃうぞー。いてぇ、いたたたたたた。危ない危ない。嘘やろ。ヘイト高すぎうちぃ。はえー、ギャプラン愛されすぎー。さて、ギャプランくんは使えば使うほどに感じるのは、この機体古いな、という感触。ハイメガがゼータの特殊ハイメガでもなく、過去に強かった武装。2016年12月、およそ2年前に実装されたキュベレイマーク2が持ってた時から、ほとんど強化も入ってない武装。様々な武装強化が加速していく中で、最新鋭イベント機体の初手武装が、2年前の武装ではそりゃきついわなといったところ、その点ギャプラン銃撃装備っていいよな。方針まで強化ぎっしり、半端じゃねえ爆風圧殺、メガワクバシナンジュをやりたいところですが、ここでAS、ドンピシャ、おかわりのシプルムもあるぞ。ちぃ、カヨスタリズか、結構負荷で追わせたとは思うんだが、そこでAS、く、もうシプルムないんだから突っ込めばいいのに足が前に出ない。これはこの機体を降りると高確率で跳げ上がることによるギャプラン禁断症状。あ、なんだかめまいまでしてきた。しかしいつまでもここでとどまってはいられない。ガーベラテトラ、相手にとって不足なし。重心がやっつくまで撃ち続けろー。銃撃装備つよ。ギャプラン君に対しあまりにこの機体きつくねコメントが多かった気もするので、ギャプランポジティブキャンペーン。可変状態からハイメガをぶち込むとかっこいいよ。終わり。まあ武装の DPS はそれなりにあるんでヘイトさえ集まらなければどうとでもなるんですけどねー。お、ナイスナイス。あ、もう一ついいところあります。後ろ姿が大事なこのガンオンにおいて、なかなかにかっこいいこの後ろ姿。ギャプラン最高。痛すぎる。強くなった爆風やロケバズを吸い倒すこのボディ。やっぱダメだ。ああ、いいなあ。Y もその強そうな機体のリテーナー。しかし一度強化をもらった以上次の強化は早期には見込めないでしょう。このギャプランでやるんだよー。ちなみに3枠目のブラストは N、ハイメガ、2丁?ハイメガと打ち込んだ時に、このブラスト N ならリロードをいい感じに繋ぐことができるからですね。ダメージや爆風は低く級なのであくまで擦り用、バルカンの代用って感じ。最初はハイメガからブラスト F、2丁とやってましたが、相手が高機動機だった時にそのブラスト F 打てる時間が致命的だったのでやめました。黒ボンにお命奪われるかと思いましたがギャプラン君迫真の可変で振り切りましたね。強い、全然当たらねえ。有効範囲案外狭いのである。しかしギラ動画ごときねじ伏せてくれるわ。いや無理なんだけどー。逃げ足は一級品。強い。美味しそうな前線に緊急気筒湧き。オーラ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 。NTD のよかるギャプラン。これはもしや狩り時なのでは。いや無理ー。前に出たら粒子まで分解されそう。前のめりなくちゃ取りや。しかしアイフィールドに相性は最悪。剥がれればただのおデブちゃん。蘇生などさせるかー。ババ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 グー。やるやんけーフリッパー。ラスト1分、もはや勝ちは硬いですが、ラストと来ると思うので警戒ですね。とはいえこの時間じゃもう多段突もできないだろうし、無理やろなぁ、というかこのプレッシャー、突ってますね。防衛の連邦の力今こそ発揮するのじゃ。ここをキャンプ地とする、城壁でしっかり止められるモビルスーツに毎度違和感を感じたりか、戦略兵器だと、撤退、撤退、なんでー。急げ急げ急げ、このままでは抜けられてしまう。一応絶え間ない弾幕を張ることができるので百式回スーパー劣化防衛は可能。戦略兵器も止めた。これは勝つる。もう起動する時間もないですね。このまま相当いたしましょう。そうしましょう。バカな、ラスト10秒のこの土壇場でタッチダウンだと。いやまだだ、設置ミスで範囲入ってない可能性もある。設置ミス頼みます。ダメでしたー。くぅー、前回に引き続き、2回連続の成し遂げられたぜ。はい、最後多断突でもないのに止めれなかったのは私も勝ったやろという慢心があったので、慢心ダメ絶対、反省の意味を込めて DX ガシャを1回引いておきたいと思います。ガンタンク、
キャプランはもうお腹いっぱいなのでとりあえずは博物館行くかな。次回のガンオン動画は袖付きドライ戦かハイニャガンダム、ナイチンゲールいずれかになると思います。それでは今回はこの辺でー。